緊急事態宣言が延長、求められる手厚い保証とは、 新型コロナウイルス対策で11都府県に7日まで発令中の緊急事態宣言について、栃木県を除く10の都府県で3月7日まで1ヶ月延長することが決定しました。菅総理会見で何としても感染の減少傾向を確かなものにしなければならないと強調しています。また感染状況の改善が十分だと判断した場合は、期限を前倒しして解除する方針、これも示しています。 え、藤井さん、1ヶ月の延長についてですが、改めてどう受け止めてますか、うん、僕これも SNS でもね、はい、あの、複数回にわたって、僕の見解を表明したんですが、はい、極めて遺憾だと、僕は思いますね。えーはい、でなぜ遺憾だと思うかというとね、第一にね、緊急事態をやっていることで、本当に感染者が減っているということは、科学的に全く、 明らかにされてないんですよ。はい、もちろんね、僕はこの緊急事態をやって、時短をやったことで,で、それで減ってきてる可能性というものがね、はい、あるということは僕も当然ね、否定はしないですけども、あのー、明らかではないんですよ。えー、で、他の方法で減らそうも絶対あるはずだしね。はい、例えば一番簡単なのは、えっ、ー、と、会食をするのを、もう3人以上の会食は禁止と。はい 昼も夜も。ええ、例えばね、そうやって、あの、あるいはお酒を飲む時間というのは1時間以上はダメだと。はい、これはまあ、罰則規定とかはないけれども、それを徹底してくださいと。ええ、それから、あの、マスク会食をしないことはもう禁止だと。はい、そういうことをね、例えば、その飲み方、食べ方、そういうものをね、徹底する方が明らかに感染、はい 抑止効果はあるわけですよ、はい。それはこれまでのデータで分かってるってです、ね、それはもう、まあそうですよね。はい、明らか、えー、飛沫が止まなければ、はい、いいわけだから。だから,だからあとは、それに従う人、従わない人の割合がいくらなのかというのは、まああるでしょうけど、はい、まあそこをですね、ちゃんと、例えば考えるとかね、いろんなやり方があるはずだし、はい、で、あと高齢者を徹底的に保護するということもこれ全然言ってないわけですよね。はい、だから、 うん、その明らかにされてなのに言っているとで。特に僕はね、今なんでこれを言ってるかっていうと、特措法の精神でもね、明らかにされてるように、やっぱりこういうその行動制限を伴う立法というものは、やっぱ憲法の問題があってね、はい、その公共の福祉に反しない限り個人の自由は保障されるということに憲法では言われててね、はい、だから今回の立法だってその憲法の範囲内で作られてる話なわけですから、はい、個人の自由がどれだけ 拘束されるかっていうこと、拘束していいのかどうかっていうところがね、すごく大問題になってて、特措法でも個人の自由は、あの、民間の自由というものは、制限というのは最小限にしますと言ってるんですけど、最小限って言ってるんですよ。これ、ほんまに最小限なんかっていうところがね、十分議論されてない。先ほど言った、科学的に立証されてるっていう議論の裏側ですけれども、 要はですね、緊急事態宣言がもうほんまにいいかどうかわからないのに、とりあえずやっとこうかと。うん、もうやってるだけなんですよ。はい、で、さらに言うと、っていうのがまあ、根本的な問題ですよね。えー、さらに言うと、前回申し上げてたようにね、その2週間前の感染者数っていうのが、えー、今の感染者数なわけですから、はいえー、それを踏まえるとね、東京っていうのは、例えばね、緊急事態を出されたところって、ものすごく減ってきてるわけで、えー、でしかも、それ以外のところもすごく、 減ってきてるということからするとですね、これもだから、やってる効果っていうのがほとんどないという可能性だって十分あるわけで、しかも、あの、緊急事態をやる前からもものすごい減ってきてたというのが大阪でも東京でも明らかになってる。 わけですよね。はい、そしたらこのままの流れで2週間続くとしたら、ええ、もう、ええんちゃうかという話だってあげるわけで、ええはい、で、諸外国だったら、フランスとかね、ドイツとかだったら、日本の人口規模だったら、新規感染者数が1万人とか、1日あたるんですよ。うんはい、新規感染者が1万人とか2万人のオーダーで、いわゆるロックダウンを解除してたんですよね。はい、それからすると日本になっても全然解除できるような、 まあ状況にあるとすら言えるわけで、まあ要するに解除にあったっていうの基準が何にもないまま、だらだらと続けてはるというのは、僕はこれはもう本当にいかんな状況だなと。はい、科学的合理性というものを十分に議論しないで、延期してしまったように僕は思うので、これ非常に残念だと。はい、なんだと。で、さらに最後です、はいはいで。緊急事態を延期することで何の被害もないんだったら別にまあ一応やっといたらいいですよ。はい、一応これで減るかもしれない。はい、でも 効果の方はかもだけど、それによって店が潰れて人が自殺するということは、ほぼ、というか確実なわけで、はい、そんなね、被害をもたらすようなことをね、はい、自分たちは関係ない国民たち、自分たちは関係ない政治家たちがですよ、まあ一応やっとこかってやるなんて、これもほとんど虐待ですよね。<ー>飲食店とかに。そういう意味で、僕は非常に、 いいかんだなと思いますね、うんはいまあ、今のお話聞いてても、その藤井さんね、今緊急事態宣言が1ヶ月延長される。うんうん、で、最後におっしゃったように、それをで、まあ、煽り食うというかですね、まあ、非常にこの生活苦しめられる。その 例えば経営してるお店も存続が危ぶまれる。いろ、うんね、んなことが考えられる。それがまあいろいろ派生してってるわけですよね。はいうん、そねじゃあそこの手当てちゃんとしないでっていうところもありますもんね。ねだから僕はね、ねあの今言った議論全部すっ飛ばしても、はい、まあ緊急事態を国がやるとしたら、はい、それによって、 で、生じる今おっしゃったような、デメリット、えーはい、あの。利益の縮小だとか、えー、賃金の縮小だとか、いうのが確実にあるわけですけど。まあ、そこを手当てするんだったら、えー、まあ、百譲ってありですよ。それだったら筋は通りますよね。えー、だから、一応自粛しといて。うん あの、これが効果があるかどうかわからへんけど、やっといてください。でも、それによって、はいえー、そ生じる損害は、明らかに僕が緊急事態を言ったことによる人災、はい、政府による災害だから、えー、政府が導いた災いだから、その災いの分は全部、保障コンペンセイト、保障お金をあげますよと、はいまあ。お金配るだけで、あの損害は全部、 呃、元に戻るというわけじゃないけど、だってお仕事したい人とい、えー、労働の喜びとか、はい、だってあるいは労働することで人々の交流ができて、それでその社交ができて、それで社会が活性化するというところがありますからね。はい、お金さえ払えばいいっいうわけじゃないんですけど、せめてお金だけでも払えます。えー、お金だけでごめんなさい、お金だけで許してねっていう態度が政府にあるんだったら、 まあ、しょうがないかなという気がしますけど、はいえー、そういう気持ちは政府にはないんですよね。うん、それは財政規律があるからできない。はい。って言うんですよ。えー、そしたら財政規律だってできないんだったら、もっと科学的に、緊急事態宣言の中止とか延期とか言ってくれよと。はい、いや、それは一応、いやいや、 われわれが納得できる、そのね、何か数字だとか、そういったものが出てくれば、話はまた、まあ、納得する人も出てくるんでしょうけども、あともう一つですからだって、あの、今回の緊急事態宣言というのは、これ2度目ですから、ね、前回もありました。で、前回も藤井さんは、その、もうピーカー過ぎてるというようなことをおっしゃってたんで、またこれ、そうなんですよね。だからね、これね、もし僕だったらどうするかっていうとね、 あのー、僕は科学的に検証して明らかではないと。はい、で、しかも今やる必要性は科学的にあるというふうには証明できないと。はい、ないということも証明できないけど。だとしたら僕は緩和をします。はい。で、緩和をして、その時に緊急事態で禁止というふうに言わないで、もっと徹底的な出口戦略をやります。はい、出口戦略っていうのは、えー、っと、飲み会というものは、3人以上は、っていうか、まあ三人以上はやめてくれと。はい。で あるいは4人以上やめてくれということも政治的に決めてですね。それはもう昼であろうが夜であろうが、そこはもうやめてくださいと。で、もう徹底的に食事中のマスクをしてくださいと。私はこれからマスクは、食事中のマスクは国会議員も含めて全員やるようにしますからという、キャン、大キャンペーンを。 打ちますよ。はい。で、そ食事中のマスクって実際ね、これ僕はあの、えっと、ま、緊急事態が出る前に某大義士とかとね、食事することが、二人で食事する時やったら、その大義士が持ってきて、え、こんなんあるんや、って。はい。これで、今のものまでだけで誰かわかる人はわかるこんなんあるんや、これちょっとつけろよ、お前。はは。で、こうつけて、なんと、手に持つマスクがある。はい。で、そうやって、喋るときはそれつけて、食べるときはそれ置いて、すごくやりやすいですよ。うん。それをね、 もう徹底的にやるとかね、えー、キャンペーンとかをやっていったら、実際に感染っていうのこれだんだん縮小していきますよ。えー、それが習慣化してくればね、そうそうそうで、これはあくまでね、えー、あの出口戦略として言ってるわけで、当然、はい、これ言っておきますけれども、はい、今だって解除したら、はい、何の出口戦略もなく解除したら、実効再生策数が上がる可能性があるわけですよ。 二桁になってるかもしれんけど、また三桁になりますからね。えーえー、じゃあ、ワクチン全員に配れるまでずっとやらなあかんことそっか、そっか、そこが大事なんですね。はい。はい